おかゆちゃんは何やってんのあんたは。僕は、ね、おにぎり屋で働いてました。おにぎり屋で。はい、どこのおにぎり屋。ほら見てください、ついてますよ。ばあちゃんです。自分のばあちゃんのおにぎり屋です。自分のばあちゃんのおにぎり屋。ばあちゃんがおにぎり屋やってんの。はい、やってます。そのばあちゃんのおにぎりは何が一番人気だったの。小峠さんは何の具が好きですか。俺何が好きなんだろうね。鮭とかじゃない。じゃあ鮭です。なんだよそれ。めちゃくちゃクールじゃねえかよ。あんたおかゆっていう割にはど真ん中におにぎりあるよねって言われない。そうなん。でも小峠先生も生まれた時から名前決まってたでしょ。生まれた時から、ああまあ決まってたね、小峠エイジって。例えば三角って名前でも丸かったでしょ。そういうことだと思うんだよね。いや、そういうことじゃないですね。どっちにしろ米が好きってことね、あなたね。硬いか柔らかいかってことね。そうって今もうこいつめんどくせえなって思って、もう話この話終わらせようの。そうだろ今の。わかるよこの年になったらめんどくさがってんじゃないよ。いや、ね。そらちゃんはどうですか。なんかやってんすか最近。家何やってんすかあなた。最近は、でも毎日配信したりとかすごいしてますね、やっぱり。あ、配信、はい、プライベート。配信以外は家で何やってんのあなた。あ、でも最近楽器を結構やってて。楽器、いろんな楽器を練習してます。すごい。はい。お、何やってんの楽器。あ、家族と一緒にウクレレの練習をしたりとかしてます。珍しいね。お母さんがずっとやってて、私は最近なので全然弾けないんですけど。あ、そう。今回はですね、これヨガを体験する特別授業となっておりますね。しゅうちゃん、なんちゅう衣装着てんだよそれ。あの水着にサロペットなの。あ、水着なんだ。そうなの、シロが初めて一緒に考えたらエロくなっちゃう。結婚縛りみたいになってんじゃないかよ。ならない。結婚縛り。結婚ないよそんなの。結婚縛りだよ、あの SM の。 SM にも詳しいんですね。詳しいよ。さすが小峠。じゃあ小峠さんに結婚縛り教えてもらったって言っていいんですか。結婚縛りね。結婚亀の。もういいよ結婚縛りの説明なんか。なんかあんだよそういうのが。結婚縛り、そらちゃんは知らなくていいよ。